河野行政規制改革省は22日、読売新聞のインタビューで、人口の少ない小規模自治体では4月下旬にも新型コロナウイルスワクチンの一般向け接種が可能になるとの見通しを示した。政府は4月26日の週に、全市区町村へそれぞれ最低でも約1000回分のワクチンを届ける。65歳以上の高齢者への優先接種用となるが、河野氏は人口1000人以下であれば、一般の人に打ち始める自治体も出てくる、と述べた。多くの自治体では一般向け接種が今回以降にずれ込む公算が大きいが、小規模自治体では余剰分を高齢者以外に回して接種日程を独自に前倒しできるとの考えを強調したものだ。さらに、河野氏は5月の大型連休明けからワクチンを相当潤沢に提供できるようになるとの見方を示し、自治体の接種、スピードに応じて供給したいと述べた。ただ、その前提となる欧州連合 EU によるワクチンの対日輸出については航空機1便ごとに承認する EU 側の方針は軟化していないとして、5月に EU との交渉が正念場を迎えるとの見解を示した。一方、日本人が海外渡航時に接種証明を求められることに備え、河野氏は何らかの証明ができるようにしたいと語った。新型コロナの感染歴や PCR 検査の陰性証明をまとめて発行することも検討する考えだ。中国が自国製ワクチンを接種した外国人の査証、ビザを優先的に発給するとしていることについては、警戒した方がいい、と述べ、ワクチンを通じて外交的な影響力を強めようとする中国を牽制した。